どうも皆さんこんにちは、みつです。昨日12月3日ですね、アマチュア相撲最後の、今年最後のね、ビッグイベントがありました。それが全日本相撲選手権ということで、まあアマチュアで最も権威のある大会として有名ですね。優勝者にはアマチュア横綱という、まあ、そういう称号が授与されます。そして昨年まではですが、優勝者には幕下15枚目格付け出し、そして他の大会も優勝していれば10枚目格付け出しというね、タイトルが付与される、まあ、ビッグイベントでしたね。昨年の優勝者は現幕内、いやまだ十両か、来場所幕内昇進が濃厚の大の里ということで、昨年は大の里、その前も大の里ということで、まあ、大の里現在2連覇中というね、非常に大きな大会だったわけなんですけども、今年はねどうだったんでしょうかというところで、その結果とですね、まあ、同じ日に開催された小学生の全国大会である全日本小学生相撲優勝大会という、小学校4年生5年生6年生3つのカテゴリーで行われる個人戦の大会の結果も見ていきたいと思います。そしてまず最初にこの付け出しね、最初言ったんですけど、付け出し資格がちょっと変わったので、そこにも触れておきたいと思います。この大会、先ほども言ったように、昨年までは優勝者が幕下15枚目各付け出しの権利以上をねゲットできていましたが、今年からはレギュレーションがちょっと変わって、この大会でベスト8以上に残ると幕下最下位各付け出しの権利が付与されるということになりました。そしてベスト16以上は3段目各付け出しということで、まあ、かなりね変わりましたね。はい、まあ、とにかくベスト16以上に入れば付け出し資格が取れるという大会ですね。では早速小学生の4年生の部から結果を見ていきましょう。小学校4年生の部の優勝者がこんな感じとなっています。優勝は静岡県岩上くん、おめでとう。岩上くん、黒い回しがね非常に似合ってましたね。黒い回しにオレンジで静岡、さらにはなんといっても髪型ですよね。ちょんまげ、まあ、2ブロックみたいな感じのちょんまげが、まあ、非常にこうトレードマークなんですけども、なんと決勝戦はこの岐阜県の大島くん対戦だったんですけど、2人ともちょんまげ対決ということで、まあ、岩上くんがね一気の攻めで優勝を手にしましたね。まあ、この決勝の2人、特にね体が本当に大きくて、もう4年生なのにねでけえなという感じですね。まあ、今後さらに活躍を、まあ、来年以降もね期待したいなと思います。そして5年生の部は結果がこんな感じとなっています。優勝は東京都の梅松くんでしたね。おめでとうございます。いやー素晴らしい。梅松くんもでかいんだよね。太ももどうなってんのっていうぐらいね、とんでもない太さの太ももをしているんですけども、まあ安定感ありましたね今大会はね。まあ、非常にね体が大きくて今後も注目の選手となっていくでしょう。そして6年生ですよね。なんといっても6年生の結果が、まあ、こんな感じなんですけども、優勝は青森県の岡山くん、おめでとうございます。岡山くんまた勝っちゃったね。ということで岡山くん非常に有名な小学生ですね。なんで有名かというと、まずなんといっても今大会でこの大会3連覇を果たしましたね。小学校4年生5年生6年生と3連覇をしています。そして3連覇しているのもすごいんだけど、それよりもっとすごいのがやはりサイズですよね。小学校6年生にして1メートル83センチ、140キロ、規格外の小学生、規格外すぎるでしょ。このサイズは183の140キロの小学6年生これは勝てないよねこれは勝てないわ。いやーそれは3連覇も納得ですねという感じですね。
まさに圧倒的な巨体ということで、決勝の相手の佐々木くん、佐々木くんも結構でかいんだよね。秋田県の選手で、なんとこの大会では3年連続この2人決勝戦で当たりました。そして岡山くんが3連勝ということですね。岡山くん、この史上初となる3年連続同じ顔合わせの決勝について、絶対この人とやると思っていた、いつも戦っているので緊張はしなかったと、まあ、堂々としていましたね。まあ、岡山がやっぱサイズがでかいんで、基本的にはこう胸から受けてね、回し取って結構なんか引く相撲が多いんですけども、まあ、そういう相撲だったんですけど、決勝戦はね、頭で当たっていってましたね。そして肩越しの左上手を掴んでの上手投げということで、まあ、豪快な勝利でしたね。いやー、さすが相撲どころ青森というか、こんな小学生が誕生しちゃうんだというところで、びっくりしてますね。すごいね。まあ、中学校でもね、相撲を続けるというところで地元の中学に進学するみたいなんですけども、まあね、どうなんだろうね。これからさらに中学生、周りも体が大きくなり、で体で圧倒というわけにはいかなくなってくると思います。それでもでかいけどね、まあ、しっかりとね、のびのびと楽しく相撲をね、続けてほしいなと思います。素材は間違いない。こっからさらに大きくなれるかっていうのはまだ分かんないけども、まあ、注目ですよね。そして大人ですね。大人の全日本相撲選手権、こちらの結果も見ていきましょう。こんな感じの結果となりました。優勝は金沢学院大学4年生池田くん、おめでとうございます。池田くん、ついに最後に一番でかいタイトル取りましたね。素晴らしい。池田くんといえば、今年の全国学生相撲選手権大会、通称インカレで準優勝でしたね。準優勝で決勝でね、負けて涙を飲んだというところだったんですけども、いやー、やはりね、彼の実力、まあもちろんね、昔から強かった選手なんですけども、なんとここまでね、日本一になれたことはないらしいですね、個人戦でね。ということで、初めての最後の大会での優勝だったということですね。決勝の相手は日体大の3年生も成長著しいブフチョロン君。彼を、まあ、張り差しからの、まあ、ちょっと強引めなね、投げでね、下したということですね。いやー、池田くん最後にやりましたね。非常に今大会通じてね、安定感あったなと思います。強かった、ずっとそうなんですけども、大学入ってからもね、非常に有力選手の一人であることは間違いないんですけども、まあ、なかなかね、優勝というものには全国大会手が届いていませんでしたが、まさかここでね、優勝するとはね、僕も知らなかったんですけども、池田くん実は現在の竹縄親方、元関脇栃の灘さんの甥っ子らしいですね。まあ、なので血筋的にも非常にこうね、すごいものがあったと。竹縄親方は拓大かな、拓大で確か準優勝してますね、この大会ね。まあ、なので親方としても、まあ、甥っ子がね、雪辱を果たしたという感じでしょうか。さらに金沢学院大学の選手としても、初めてのアマチュア横綱を輩出しましたね。まあ、金沢学院大学といえば、現在でいう炎鵬とかね、出身の大学なんですけども、まあ、最近、まあ、ここ数年とかはね、本当にタイトルを取ったり、まあ、昨年もタイトル取ったりとね、非常に強豪大学なんですけども、まあ、歴史的にはね、まだ新しい大学というか、まあ、20年弱ぐらいですよね、15年ぐらいかな。まあ、そんな中で池田くんが初めてのタイトルを取ったということですね。いやー、池田くん、これにて、まあ、これにてというか、もうすでに持っていたんですけども、幕下付け出しの資格をね、得たんですが、進路についてはこう言っていました。実業団で相撲を取っていこうと思っているので、そこに向けて頑張っていきますというふうに話しましたね。まあ、プロに行く、どうなんでしょうね、気持ちっていうのは今んとこなさそうなのかな。まあ、もしかしたらね、これが付け出しが15枚目とかだったら、もしかしたらね、言ってた、そんな心が動いた可能性もなきにしもあらずって感じですけども、
まあ、まだ分かんないけど、もう当分というか、まあ、来年はとりあえず実業団で相撲を続けていくのかなと思います。そして優勝した池田くん以外の選手ですね、ブフチョロンくん、いやーここに来て準優勝、まあ、今年もね何個も全国大会で入賞経験はあったんですけども、やはりね来年のこう中心になっていくんじゃないかなと、そんな予感がしますね。非常に強い、最後の最後でね、優勝にあと一歩届きませんでしたね。まあ、ただやっぱり強くなってますね、強くなってるし、体も豊昇龍みたいだね、まあ、いろんなことができる器用なタイプで、組んでよし離れてよしって感じですかね。まあ、来年はタイトルを何個か取っていくんじゃないかなと思います。そして3位は朝紅龍の弟石崎くんと学生横綱の草野くんということになりましたね。石崎くんは兄貴にそっくりだね、ガタイもね。そして草野くん学生横綱に続いての優勝とはなりませんでしたが、まあやはり強いなという感じですね。いつデビューするんでしょうね。まあ、付け出し資格は持っていて、まあ、おそらくプロに行くと思うので、どうでしょうね、いつ行くのかな。早くて1月、まあ、3月5月、どうなんでしょうね。付け出し資格が1年間あるので、まあ、そこれに合わせて どっかでプロ入りするんじゃないかなと。そしてベスト8以下は以下の通りって感じですね。はい、ということで全日本相撲選手権が終わりました。今年の優勝金沢学院大学の池田くんだったわけなんですけども、まあ、この入賞した選手以外に、やっぱりこう活躍していたというか目立っていた選手は、まずは僕の母校鳥取県鳥取城高校出身の高卒1年目の2人ですね、ソソルフー君と松井君。今年の大学1年生と同じ世代なんですけども、やっぱこの2人強いね。まあ、この2人と日大の職員のね中島のんちゃんで国体優勝したんですけども、やっぱこの2人大学も進学してないし、まだプロも行ってないけども、やっぱりこの2人ね、大学行っててもレギュラークラスの力はあるし、特にソソルフなんかはねタイトル取ってもおかしくないんじゃないのみたいな、そんな強さはありますね。まあ、惜しくもソソルフは決勝トーナメントの初戦で東洋大のねオドゴンバド君という、まあ、非常に強い選手に、まあ、この間勝ったんだよね、内掛けで中入って、これもすごいんだけども、勝った時に頭を打ってしまって、まあ、ベスト16でね危険となってしまいましたね。まあ、ここでねちょっともう、まあ、もったいなかったね、優勝もあったかもしれないという、それぐらいの動き良かったので、まあ、非常にこう残念なんですけども、まあ、それでもねやっぱり強いなという印象はありましたね。そして松井くんですよね、予選は2勝1敗だったんですけど、決勝トーナメント1回戦では今年大学で3つタイトルを取ってる花岡くんをね破るという、いやー強いね彼もね。なんか重心がすごい低くてね、なかなかこう下から攻めてくる嫌なねタイプだと思いますね。まあ、この2人ともに国体でね個人戦でベスト8以上に入っているので、すでに幕下最下位格付け出しの権利を得ております。まあ、この大会後にプロ入りっていう感じだとは思います。特に松井くんはね、ソソルフはねモンゴル人だから枠がどうかみたいな話はあるとは思うんですけども、ねプロでも活躍してくれるんじゃないかなと、この2人非常に楽しみですね。そしてもう一人注目したのは、なんといっても高校生で出場した今年の高校横綱の西出くんですよね。予選はなんと3戦全勝、しかも予選の1回戦では世界大会の代表選手でもあった拓大の五島くんに勝ってるんですよね。これがすごいよね、高校2年生ですからね。西出くん強いね、ほんと大学の日本代表クラストップ選手相手に勝っちゃうということで、いやーとんでもない力を秘めているなと思いました。まあ、ただ決勝トーナメント1回戦でね、この西出くん再び五島くんと当たって、まあ、敗れてはしまったんですけども、いや負けたけどやっぱり十分強いなというところはね見せつけましたね。
まあ、この西出くんまだ17歳ということで、来年もう1年間高校3年生の年ね、いやタイトル取りまくるんじゃないかななんてね予想もしています。現在の大相撲力士でいうとね、丹治とかとね同い年ですけども、どうでしょうね、どっちが強いんでしょうかね。そしてさっき言ったソソルフ松井くんは、まあ、現在だと幕下優勝した悟富士とかね、まあ、あとは若いかりとかその辺と同じ世代ですけども、まあ、高校時代はねこの2人の方がね、特にソソルフなんかはね強かったし、まあ、現在でもねまあ引けを取らないぐらいまだ強くなってるんじゃないかなという感じはするので、楽しみですよねこの2人がねプロ行った時もね。はい、ということで全日本選手権、そして小学生優勝大会の結果を見てきました。まあ、これにて2023年のねアマチュア相撲の大会は終わったと、シーズンは終わったということですね。まあ、今年も1年いろいろあったということで、また振り返りのね動画とかも出したいと思うので、そちらも見ていってください。ということで終わり、アディオス。